こんにちは。クルーズ客船で働くエリです。クルーズ客船は2011年より働いております。今回は私がクルーズ客船で働いていて、まあ、実際に見た、あとお客様から聞いた話ですね、っていうのをご紹介したいと思います。で、今回は、まあ、スリとか強盗とか、まあ、盗みですね、こういう、まあ、危険なことから、ご自身の身をどう守るのかっていうことも、ご紹介していきます。まあ、未然にね、事件事故を防げることたくさんあると思いますので、ぜひ参考にしていただければなと思います。では早速気をつけること1つ目、スリですね。で、スリも当たり前じゃんっていう感じなんですけれども、本当にあるんですよ。以前地中海クルーズについてまとめた動画を出しているんですが、そちらにもちょっと出しているので、よかったら、そちらも一緒にチェックしてみてください。で、まあ、スリっていうのはどこでも起こりやすいんですけれども、まあ、クルーズ客船でよく行く港としてやっぱスペイン、イタリア、ギリシャの大都市ですね。大都市はやっぱりスリが多いです。なので、まあ、地中海クルーズをやってると必ずもう本当に 100% ですよ、何組かはスリに会って帰ってきます。で、実際にスリに会ったお客様と話してたんですけれども、まあ、そのお客様は、まあ、スリのことは知っていたと。ただ、まあ、うん、気をつけていたんですって。で、自分はカバンをこういうふうに、まあ、ショルダーバッグを持っていたんだけれども、多分そのアクセサリー店とか露店にいっぱいあるんですよね。それを夢中になって見てて、そのカバンをね、こう肘の後ろ側にこうやってやってる時に、盗まれたんじゃないかと本人はおっしゃっていました。やっぱりこういうふうに何かに夢中になってる時って気づかないですよね。で、あと私が友人を訪ねてフィリピンに行った際なんですけれども、私はもうショルダーバッグを持って行ったんですね。で、ショルダーバッグってもう肩からこうかける、斜め掛けにかけるタイプのものですね。で、そしたら友人に、そのバッグは後ろにこうお尻の方にやるんじゃなくて、必ずいつも前にして持っておきなさいっていうふうに注意をされました。で、ブラジルのサンパウロに、2ヶ月前かに行っていた時も、ちょっと、混み合うところですね、そういうところではカバンを、まあ、前に持ちなさいっていうふうに現地の人から、まあ、指導を受けましたというか、まあ、注意を受けました。で、そんなの当たり前じゃんっていう感じなんですけれども、その当たり前が気を抜いてるとうっかりやってしまってるんですよね。特に私たち日本人はこういう安全な国にねいるので、もう本当にうっかりちょっと気を抜くとね、カバンをちょっと後ろにやってみたりとか、あのカバンチャック開けて歩いちゃったりとか、してたりするので、本当に海外に行かれた時はもうどこに行ってもスリがいるんだっていう気持ちでね、そういう心持ちで、観光を楽しまれた方がいいかなと思います。で、2つ目は強盗に気をつけよう。まあ、強盗に気をつけようって言ってもほとんどないですよ。私の周りであったのは1件ただあったんですよ。まあ、せっかくだからね、おしゃれしたいとか、買ったね、ちょっとした、まあ、ブランド物のバッグ持ちたいとか、やっぱ写真撮るときにね、ちょっとおしゃれにしてたいじゃないですか。まあ、気持ちは非常によくわかるんですけれども、まあ、ヨーロッパとかではまだいいとして、あんまりやらない方がいい港も多いです。っていうのも、まあ、ご自身で、まあ、自分はお金持ってますよっていうふうに、もう、なんていうの？アナウンスして歩いてるようなもんなんですよね。はい、私お金持ってますよ、来てくださいみたいな、もうそういう感じですよ。で、さらに残念ながらクルーズ客船のお客様イコールもうお金持ちっていう風に思っている国もあります。あまり裕福でないね、国とかは特にそうです。で、そういう人たちは残念ながらクルーズ客船のお客様をターゲットにしている場合もあります。で、私が、カーニバルクルーズ客船で働いている時は、まあ、カリブ海のクルーズたくさんあったんですけれども、まあ、そういう事件とかあんまり聞いたことなかったんですね。っていうのは多分お客様、もうなんて言うんですか、もうちょっとラフな感じだったんでしょうね、服装とか。だから聞いたことなかったんですけれども、私が今働いている、まあ、ラグジュアリークルーズ客船なんですが、そこではクルーズ新聞に、こういうところに行くときは、貴重品は持って歩かないようにしてくださいよっていう注意喚起をするんですね。ただそれを読んでなかったのか、自分は大丈夫だって思ったのか、お客様の中にロレックスをして出かけた方がいました。で、本当に幸い、不幸中の幸いで、そのお客様には怪我とか何もなかったんですけれども、まあ、腕からロレックスをもぎ取られたっていう感じですね。もう強盗ですよね、っていう感じにあったっておっしゃってました。で、残念ながらどこの国かはちょっと覚えてないんですけれども、まあ、カリブ海のどこかだと思います。普通にカリブ海って聞いたら青い海、なんかタン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 ってミュージックがなんか流れてきそうな、そんな感じですけれども、意外と危険な国がちょこちょこあります。まあ、国というか港ですね。例えばセントトーマス、セントキッズ、バハマ、エルサルバド、
ホンジュラスとか、あとオーチョリオとかですね、こういった港はあのクルーズ客船でよく行くんですけれども、危険な場合があります。で、私はホンジュラスかベリーズかどっちか覚えてないんですけれども、どこかの港で、まあ、友人と、まあ、散歩に出たんですね。で、別にあてもなく歩く感じだったんですけれども、そこでなんか小道が一個あって、まあ、小道っていうか、小道っていうほど狭くもないんですよ。ただメインの通りずっと歩いてても同じような店しかないから、ちょっとこっち行ってみようかって言って行こうとしたら、道端に座ってるおじさんに、そっちは危ないから行っちゃいけないよって、そのおじさんが止めてくれたんですね。で、そこに行かずに住んで、まあ後からその港は危険なこともあるっていう港だったっていうのを知ったんですけれども、まあそこの道にね、小道に入ったからって危険な目にあったかどうかはもちろんわからないですけれども、やっぱりそういう危険かもしれないところに自ら行かないっていうのはすごく大切なことだと思います。で、さらにそういう港でちょっとね、高価じゃなくてもいいんですよ。高価に見えるものをつけてたりしたら、つけ狙われるかもしれないですからね。なので、まあ、事前に予習しておいてもいいし、そういう判断がご自身でつけられない場合ですね、そういう場合はとにかく高価なものは船に全部置いていってください。もうね、あの下船するのにロレックスの時計なんていらないです。下船するのにあのお気に入りの、ね、ネックレスとかつけておく必要ないです。なくしたら困るもの、なくしていいものだけ、なくしていいものだけっていうのもちょっと語弊があるんですけれども、まあ、最悪なくしてもいいものは、まあ持って行ってもいいですけれども、まあ、余計なものは持っていかないことにしましょう。ちなみになんですが、こういう強盗事件があったっていう聞いたのはもう一件だけです。まあ私の周りではですけれどもね、なのでなんだカリブ海だから危ないのか、この港にセントキッズ入ってるからやめようとか、そういうことを言ってるんじゃないので、それだけは誤解しないでください。ちなみにちょっとおまけのお話をさせてください。バルセロナに行った時なんですけれども、その時は2泊泊まりました。で、私たちクルーはね、そういうオーバーナイトっていうと、やっぱりね、ハメを外したくなるんですよ。ハメを外すっていうか、ハメを外さないですけれども、やっぱりね、ちょっと飲んでクラブ行ってとかね、そうやって楽しみたいわけですよ。で、私たちは友人4人で、クラブに行きました。でも、そのクラブもなんかほら知らないから盛り上がるところとかも全然わかんなくて、まあまあのところに行っちゃったんですよね。で、まあ私とそのもう一人の友人は朝も早かったんで、じゃあ帰るわって言って先に帰りました。で、残った友人はまあそのクラブにまあいたと思ったんですけれども、で、私はその次の日朝が早かったんで、まあ7時に出勤したんですよ。で、そしたらその友人2人がオフィスってか、バックオフィスにいるんですよね。なんか今帰ってきたみたいな疲れ切った顔してるんですよ。どうしたのって言ったら、実はその後2人でビーチに行ったと。でも真夜中のビーチですよ。ただ人がいっぱいいたんですって、まあ、カップルみたいになんかビーチでちょっとおしゃべりしてる人みたいなね、そういう感じでたくさんいたんですって。だから危険とかじゃなかったんですけれども、でそこでやっぱ酔いもあってスキニーディッピングしようって言って、スキニーディッピングって何かっていうと、もうね、服全部脱いで海に入るっていうことなんですが、もちろん下着はつけてたまま、スキニーディッピングしたそうなんですね。で、衣服に携帯とか濡れちゃいけないものをくるんで、チェックしながらね、スキニーディッピングしたんですって。で戻ってきたら何もなかったと。で、もう何もないんですよ。携帯だけないとかじゃなくて、服とか全部ないんですって。もう2人はね、下着姿ですから、1人は女の子で1人は男の子だったんですけれども、まあそこら辺をさまよい歩いて、そしたらその中にある1組がゴミ箱を覗いてみな、もしかしたらそこにあるかもよって言われて、覗いてみたらお洋服と靴とかが見つかったんですね。ただ携帯とか現金とかは抜き取られていました。まあこれはね、完全にそんなね、貴重品をそんなところに夜中のビーチですよ、バルセロナですよ、そんなところに置いた方が悪いんで、誰を責めるっていうわけでもないんですけれども、ちょっと楽しいが過ぎて、そういうちょっと高い勉強代を払わなければならなかったっていうことがありましたけれども、まあ、不幸中の幸いとしては、衣服が戻ってきたことですよね。じゃないと、もうほぼ裸の状態で船のセキュリティのところに行って話して、ね、誰にも見つからないで船に戻るなんてことありえないですから、ね、なので、まあ、不幸中の幸いかなと思いますけれども、そういうこともありました。
3つ目、最後は貴重品がなくなってしまった方のお話をします。とあるクルーズの乗船日ですね、お客様から、ジュエリーケースがなくなったとご相談がありました。でよくよく話を聞いたら、クルーズ乗船前に前泊をしたと。で最後にジュエリーケースを見たのはそのホテルなんだけども、しまったかしまってないかもううろ覚えだし、しまったとしたら、スーツケース、大きいスーツケースの上の一番上に入れたんだっていうことをおっしゃっていました。まあ、もちろんホテルに確認を、しましたが、ホテル側はないと言っていました。ということは、まあ、ホテル側が嘘をついていないとすると、そのお荷物が、港からお部屋に行く間に、何者かになって盗まれた可能性があるっていうことですね。で船の場合は乗船日に、まあ、キャリーオンだけ持って乗船するんですね。大きい荷物はスキャンしないといけないので必ず預けないといけないです。なのでこの時にこのカバンを触る可能性があるのが港のスタッフか、まあ、その後船に乗ってきた後にデッキごとに分けてお部屋に届けるんですけれども、それをやるのはクルーメンバーなんですね。なのでクルーか、まあでも、まあ、犯人探しをしても本当にしょうがないんですけれども、クルーメンバーはそういうのを隠せるような服装をまずしてないのと、大体そういう作業に当たる人たちっていうのは、まあ、発展途上国っていうんですかね、そういうところから来てるクルーたちです。でだから何って感じなんですけれども、これがすごく大きくて、彼らは船の上で稼げる金額が自分の国で稼ぐ金額の3倍ぐらいになるんですよ。だから日本で30万円だとしたら、まあ、1ヶ月に90万円、稼げるっていうことなんですよね。だからそんなちっぽけなっていうか、まあ、大きなお金になるかもしれないですけれども、そんな目先の、ジュエリーを、うん、盗んでクビになるよりはまっとうに働いてた方が儲かるんですよ。ま、儲かるっていうか普通にお金が稼げるわけですよ。なのでもうほとんどクルーが盗みを犯すってことはかなりアホなクルーじゃなければやらないはずなんですよね。っていうわけで、まあクルーではないとは思うって、まあお客様もすごい言い方でおっしゃってたんですよね。でそれをまあ例えば、現地の警察に行くっていうと大事になるんですよね。だから本人がもういいですいいですって言って、一応船の上であのセキュリティのスタッフがレポートとしてあげました。でそうすると、まあ、何かあった際に、こういうケースがありましたっていうふうに船の上でも、まあ、書面として残っているので、後から何かあった際に船側は、あ、このケースだねっていうふうに話が通じるんですね。まあ、これも一つシェアしておいて、まあ、皆さんにも、そういうことがないように気をつけて、楽しい旅にしていただければなと思います。まあ、私がわざわざ言わなくても皆さんご存知だと思いますけれども、日本って本当に安全で素晴らしい国だな、本当に、私は日本が好きなんですけれども、やっぱりそういう、まあ、平和ボケというか、だから海外に行ってやっぱりちょっと狙われちゃったりするなっていうところがありますので、まあ、皆さんもこういう話をもとにね、こういう事件の可能性があるんだっていうことを一つ、頭の、ね、片隅に置いておいて、まあ、少しずつ行動をね気をつけることで未然に防げる事件事故っていうのが必ずあると思うので、海外旅行、まあ、クルーズ旅行楽しんでいただければなと思います。というわけで、今回は少しね、ちょっと注意事項みたいなビデオになりましたが、基本的にクルーズ関連の動画を多く上げております。クルーズ客船好きな方、いいねやチャンネル登録もよろしくお願いします。というわけでまた次回、チャオ。